琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、監督の田平和弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週はね、うん、もうすぐ、琉球ドラマナイト2022。そうですね、ちょうど来週ですね、1週間後。はい。はい、ありますね。うん、で今日はちょっとね、まあ、元ネタとなった、三線遊林の話をちょっとね、うん、紹介しようかなと思うんですけど、うん、まあ、昨日もちょっと話しましたけど、三線が呪物になるというね、うん、そういう話あるんですけど、与那原にね、うん、チョンナー悠々って人のお墓があったんですよ、昔。チョンナー悠々、うん、こう、チョンナーっていうのは、知念っていう名前の、昔読み。悠々は名前かな、で。この人は三線がすごい上手だったんですよ。はいはい。で、死んだんですけど、三線と一緒にお墓の中葬られて、はい、で、夜な夜な出てきて、三線を上手い人と対決するんですよ。で、負けたら食べるんですよ、その人。そう。殺しちゃう。知念悠也。知念悠也。そんな悠也。で、そういうお墓が今も残ってるらしいんですよね。そんな悠々の墓って。で、ある人が対決しに行ったんですよ。三線持ってね。はい。で、まあ三線交互に弾きながら、最終的に、そんな悠々が、実は歌を歌うときに高音がちょっと出ないんですよ。うん。でもこの対決した人は高音がすごい伸びて、よく出て、褒めて、その人は助かったというね、話があるんですよ。俺、勝ち負けは長男悠々が自分で決めるんですか？そうそうそう。裁量制ですね。裁量制、自分制で。相当難易度高い試合。でしょうね。難しいですね。まあ僕は、歌も三振もできませんけど、なんか、対決しに行く人も人だなと思うけどね。それってなんかその、成仏させに行ったってことですかね。まあ、そういう意気込みがあったんでしょうね。かっこいい。で、一応それ以後出てこないみたいな話ですか？クジャク王みたいですね。ねえ。今度、そのお墓ってあるっていうのは聞いてるので、探し出して平君に三振持ってこう、夜中にね。いや、僕、仮に三振が死ぬほどうまくともいかないですよ。高音が出ないって言ったら負けたら、負けたら食われるってだけで演奏するって結構プレッシャーよね。なかなか、なかなかですよ。なかなかの負けたら食われるっていう条件で、俺戦えるのって、俺多分ないですね。まあ、そうやね。多分。4歳児と柔道とかぐらいじゃないと、多分やりたくないですね。なるほどね。負けたら食われるとかだったら。で、あとはその、なんていうか、集落にそれぞれ樹里バカというのがあったんですよ。樹里はね、那覇の辻とか渡安寺にあった遊郭で働いてる人ですけど、まあ各地から集められてきて、遊郭ではお墓がなかったので、死んだらその各地へまた送り返されるんですよ。でも送り返されても樹里は差別されてましたから、樹里バカっていうこう、町外れとか北側のなんか寂しいところに作るんですね。で、そこの樹里が死んだ後、三線を書き、弾きながら現れるというね。それが三線遊林なんですよ。なるほど。もう元はね。切な。だから悲しい話なんですよ、ね。悲しいですね。樹里って元々は三線はそのいわゆる芸事としてやってるんですか？そうです、そうです。なるほど。だから、まあ非常にうまかったんでしょうね、皆さん、ね。なんか、じゃあ死んでもなお、なんかこう、お客さんをというか、喜ばせようとしてるのか。そう、そうなのかな。なんか、恨み節じゃないですか、ね。恨み節なのか。だから皆さんの近所にも樹里バカってありますから必ず、うん、公民館とかで聞いたら教えてもらえますからね、まあそういう悲しい歴史があるっていうのもちょっと止めておいていただきたいなと思います。そうですね。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と平和弘でした。夏の夜を怪しく照らす妖怪たちがやってきた。妖怪を見つけてスタンプをゲット。紫村琉球妖怪。まあ、今回その三線遊林を持ってきたのは小原さんのアイデア、それともなんかリクエストがあったの、こういうのが。まあ、最近小原さんじゃないですか。呪物とか呪物、その最初もともとの話っていうのは、その、ホラーのストーリーっていうよりかはなんかいわゆる人間ドラマの話を僕がサクッとしたのを考えて、それに、はいはい、各監督からアイデアみんな
あの、田淵監督とか仲間監督からも集めて、うん、それに、なんか、いわゆる、その真面目要素的なものを小原さんのアイデアで足したりしてもらって、うん、どんどん肉付けしていった感じですね、うん、今回の話は。まあ、レジェンドは、作り物の話じゃなくて、うん、昔の文献に残ってるものをこうね、チョイスして、元にしてるので、うん、まあ、そこは面白いところかなとは思いますけどね。小原さんなんでそれを出してきたんですか？三神流っていうか、三神を。呪物って言われて、うん、昨日話した呪物の話は、できないから。三神が一番。パッと浮かんだってこと？有名だしね。あ、うん、あと、ちょうど、この収録撮ってる、当日なんですけど、仲間監督からの三神ユーリーの仮編集を送られてきたんですけど、うん、はいはいはい、三神でよかったなと思いましたね。すごくエンタメホラーに仕上がってましたね。うん、そうね。うん、もう、まあちょっとネタバレになるんで内容は言えないんですけど、うん、やっぱり三神のある場所、三神のシーンがすごく良かったですね。ああ、これがね、例えば、ピッコロ幽霊とかね。ピッコロ幽霊じゃないの？まずやっぱ三神の風情あるよね、やっぱりね。ハーモニカ幽霊だったらなんか風情あるけどね。楽器で言うと沖縄でも太鼓の幽霊とかもいるんですか？パーランク幽霊とか。ね、幽霊じゃないけど、はい、ウニクっていうのがあります。ウニク？鬼包みって書くんですよ。ああ。鬼が叩くんですよ。山の上からね。それが聞こえると人が死ぬと。うわ、もう怖い。で、姿を見たことがないけど、なぜかウニクなんですよ。鬼の包みなんですね。そんなんだってもいきなりなるんでしょ？いやー、怖いですね。なったとか、こう、聞こえたら死ぬってことですか？で、誰かが死ぬんですよ、集落の。ああ、めっちゃ怖い。で、誰かはわからないっていう。めっちゃ怖いですね。嫌だ。ウニク。ウニク。来年の。お肉じゃないですか。ネタ一個決まったじゃないですか。お肉。でも、この、なんか僕家の前が運動場なんですよ。小学校のグラウンドで。この時期になると、もう太鼓の練習が。やるでしょ、みんな。すごくて、最初すごくストレス。でした。ウニクのごとくこう。誰か子供が、子供がやってるんだけど。そうそう。でもなんかやっぱ最近この、まあ、いわゆる前頭も延期になったりとかしたんで、逆にまあ聞けていいなっていうふうには思いました。確かに。ウニクか。誰かが死んでるってすごいね。それは怖いよね、聞こえてきて。誰かが死ぬのをこう予言する音ってあるんですよ。うん、木が倒れる音とか、うん、太鼓の音とか、はいはい、あと、コーンコーンって、その、まあまあ木を切る音ですかね。はいはいはい、ああいう音がすると集落の誰かが死ぬと。言われてて。まあ、その一つですよね。ウニクもね。ウニク。うん。この、なんていうんですか。エイサーのあの祭りはなんかいわゆる死者を送るみたいな感じじゃないですか。それもそのなんか元ネタはやっぱりその死者がなんかウニクとか関係あるんですか？あんま関係ないかな。あれはその太中商人っていうのが持ってきた死者のね、送る。お祭りの。お祭りのやつですからね。なんだ。念仏踊り的なもの。まあ念仏踊りですけど、やっぱり死者を送るという意味ではね。うん。宮古島のクイチャーもそうですしね。ああ、クイチャー。はいはいはい。クイチャー。そうそうそう。あとなんか、宮古島の集落で誰かが死ぬ前に、うん、犬が輪になってクイチャーを踊るっていう伝説があります。ちょっと楽しげですね。なんか。輪になって踊ろうじゃないですよ。どうすか？動物の森みたいな。でも犬が立ち上がって遠吠えしながら踊るんですよ、こうやって。マジっすか？ちょっときしょいですよね、見たらね。そうやね、見たらね。まあ、まあ、バズるかもしれないですけど、今。ワニになって。相当バズりますね。バズるよね。TikTok とかで流したら。ね。はい。まあ、音源次第だと思いますけど。すごいですね。まあ、そういうね、その死を予告する音というか、ものですね。まあ、ないじゃない？カラスか。カラスが鳴いたら、あれは死んだ人の家で鳴くんでしたっけ？そうそうそう。ね。屋根で鳴いてたら、その人の家が死ぬ。うん、死者が出るっていう。ああ、カラスは。沖縄ってその、なんか人が死ぬ前の前兆みたいなのが山ほどあって、その音もそうですけど、うんうん、八日日って言って、8月8日、はい、旧暦の、はいはい、88で妖怪
まあ、当て付けですけど、多分ね、これはね。はい。その日に人玉が上がって、火玉が上がって、うん、落ちた家の人が3日以内に死ぬとかね。ええー。もう決めちゃうんですよ。死ぬって。決まってるから。あの決めつけがすごいなと思って。決めつけもすごいし、もう決まったら3日以内なんですね。そう。めちゃくちゃ嫌ですね。そうそうそう。あとその、ヨーラサーって言って、夜に泣く鳥が、はい、その人の家の上で泣いたら、その家の人が1週間以内に死ぬっていう。子供の決めつけみたい。怖っ。縁起の悪い鳥っていうのはやっぱりいるんですね。あ、います、います。うん、鳥はね、全般縁起悪いんですよ。全般縁起悪いですね。家の中に入ってくるでしょ、鳥が。はいはいはい。そしたら、あれは悪い人が一邪魔、生き霊を乗せてるから、うん、返すときに尻尾全部抜いて返すんですよ。え？だから、その鳥がまた一邪魔を飛ばした人のところに戻るでしょ。はいはい、はい。戻ったときに尻尾がなかったら、うん、バレた。ああ、なるほど。だからバッタとかもそうなんですよ。バッタが入ってきたら触覚を焼くんですよ。うん、焼くか抜くんです。で、馬が家の中入ってきたら、馬の尻尾切るんですよ。ないない、マジっすか、マジっす。馬が家に入ってくる。そんなになかなかシチュエーションが。いや、昔の家は。あ、昔の家ね。でかい、あの、一邪魔の威力で、例えばめっちゃ強い霊能者がやったら馬が行くとか、弱いやつだったらバッタとかそういう感じなんですか。いや、なんか決まってないけど、あ、でもその、まあ大体殺意があるときは蜂とかカナブンとかバッタですね。カマキリとかね。カナブンは怖いですね。いっぱいいますもんね。んしかもなんか、めちゃめちゃ人間に来るから。そう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 。怖いなぁ。とりあえず部屋に入ってきたものは注意ってことですか？そうですね。返すときは何か、傷つけて返すと。ただでは済まさんっていう。そう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 。鳥はね、なんか嫌なものを運んでくるんですよ。まあちょっと時間がもう時間ですけど、僕すごい経験したことがあって、2回ぐらい。1回目は、ある映画に関わったんですよ、僕ね。はい。昔。はい。で、原案とかやってて、はいはい。最初の打ち合わせの時に、はい、忘れもしない波の上のジェフで、はい。打ち合わせしてたんですよ。はいはい。そしたら、こっちにガラスの窓があって、はい、そこにカケスが、ボーンってぶつかってきて伸びたんですよ。え？まあ、その映画、いろいろ大変だったんで。これは映画のプロローグじゃないですか。そう、本当に良くない。ハプニングって映画と一緒ですよ。そう。怖っ。もう一回はね、うん、あの、本土のテレビドラマを手伝ったことがあって、はいはいはい、で、読谷かどっかの里木畑で撮影したんですよ、うんはい。で、沖縄出身の俳優さんと、まあ、いろいろいて、一人ね、うんあの、な、審議家なんかの、まあ、おばさんの中堅女優さんがいたんです、うん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 。で、あの、その会話のシーンで、はい、よーい、スタートって言った瞬間に、うん、カラスが飛んできて、カメラと俳優さんの間に落ちたんですよ。降りたんです。で、ふんをしてからパーって飛び立っていったんですよ。はい、その瞬間に、その、進撃の女優さんが倒れたんですよ。うん、え？うーって言って。え、最初、もうそんな兆候なんもなかったから、びっくりして、大丈夫ですかって言ったら、もう声も出ないし、でも炎天下だったから、とりあえず日陰に運ぼうって運んで、で、タオルとかでこう冷やして、やったんですけど、そしたら、その自治会の人で、ノロの末裔の人がいたんですよ。はいはいはい。協力してくれてた、うんはい。で、彼女が言うには、これはおそらくあなたの所属してる劇団の誰かが、生き霊を飛ばしてると。で、あのカラスはそれを運んできた、つって。で、塩を舐めさせて背中叩いてたら、うん。正気に戻ってね、1時間後に撮影しましたけど。うーわ、怖目の前でそんな見ましたよ、僕。だから、ね、鳥は怖いんですって。絶対鳥飼わないっす。マジで。飼うのはええじゃん。インコとか文鳥は別にね。いや、俺、あるんですよ、インコでトラウマの話。何ですか？ちょ、話せないですけど、今、ちょ、時間。ああ、いや、話もいいよ。いいんですか？でも、これは、本当に僕、悲しい話なんですけど、僕、ちっちゃい頃、インコを、こう、2匹飼ってたんですよ。はいはい。もう、めっちゃ鮮やかな赤星インコの、緑のやつと青いやつで。うん、で、家で飼って、僕、小学校、まあ、4年生ぐらいだったかな、飼ってて、で、
家のおじいちゃん家で飼ってたんですよね。おじいちゃん家その時住んでたんで、うん、おじいちゃん家のこの和室の窓側にその鳥かごを置いてたんですよ、うん、はいはい。で、僕が学校から帰ってきて、その鳥かごのところで、お、鳥だと思ってこうやって遊んでると、うん、この野良猫がシュタッと、この窓の後ろに、うん、あの窓の外側の方にですよ。野良猫がシュタッと来て、こうギッと睨み寄ったんですよ、その鳥を。うん、でも、なんかちょっと騒ぐんですよ、鳥が。怖いんだろうなと思って。うん、で僕その時小学生だったんで、かわいそうだからとかじゃなくて、普通に、ね、めっちゃ怯えてるみたいな。でも大丈夫大丈夫みたいなこと言ってたら、うん、そのうちの一匹の緑のやつがこう落ちて死んだんですよ。目の前で。うん、で、僕鳥がショック死するの初めて見て。ショック死するの？ショック死したんですよ。落ちて、なんか死んだふりかなと思って。でも出しても、うん、あ、もう本当に死んでると思って。で、こう、泣いてめっちゃ。そしたら、その時に僕の、家でおばあにこう見して、で、おばあがちゃん埋めたんですけど、うん、その日の夜、僕が風呂に入ってたら、このおじいが帰ってきて、おじいが、なんか騒いでるんですよね。うん、その、なんかもう鳥飼って、一週間もしないうちに和弘は殺してから、みたいな。めっちゃ怒ってるんですよ。なんででも、猫が来たから死んだんだよ、みたいなこと言っても、もうダメだよ。この鳥はもう逃がすって言われて。そんなと思って、鳥を、この青い残りの生きてる方の鳥を、こう、バッて掴んで、そのまま外に走ってきよったんです、おじいが。僕、その時風呂上がりだったから全裸なんですけど、走って外に出て、おじいの足にしがみついてやめて、外で生きていけないよ、こいつって言ったんですけど、そのままこう、放り投げられて、青い鳥がそのまま飛んでいきよったんですよ、小学校のグラウンド。で、僕は全裸で追っかけたんですけど、全然、こう、戻ってこなくて、で、もう二度と鳥は飼わないと決めたんですけど。悲しい話だね、それは。その一週間後ぐらいに、多分、死んだんじゃないかなっていう鳥の、皮みたいなの見つけましたね。家の近くで。あうん、そのだから、あんな赤前インコなんて野生で見たことないから、なんか、すごい、あれな、後味が悪い鳥のエピソードしか残ってないですね。おじいちゃんちょっと昭和の人だね。昭和の人っていうかもう絶対死ぬって言ってんのに逃がすし。で、その後またおばあちゃんもでかい鳥を殺す事件とかがあったんで。なんじゃそれは。そうなんですよ。鳥はちょっと飼えないですね、もう。その話まで聞いちゃったら。なるほどね。一邪魔飛ばされてって、怖すぎません？カメラの前に降り立って。まあ、生き量が一番怖いっちゅうからね。うん。嫉妬の生き量ね。嫉妬の生き量が一番怖い。時代封鎖されたらね。うん。大変。この辺りがあったんでしょうね、その、力な、うん、あったみたいですよ、だから。ああ。ええー。あんた、なんて言ったかな。シェイクスピアの劇で、何々って役やってた人じゃないと、はぁ、い、はぁ、あはあ、って言って。ええー。分かってたみたい。怖っ。もう全部見抜かれてたんですね。うん、そのドラマが何だったのでしょうか。これは言えません。はい。今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史と平和弘でした。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。